それさ、有吉さん、どこがビジュアル系なのかさっぱりわからなくなってきたグレーのテルさんがツイッターでこんなこと言ってやがりました。いや、なんとないです昨日の夜職務質問されちゃった。タクシーで寝ちゃってそのまま交番で職質、かっこ笑い。てめえ何笑ってんだよ全盛期のお前ならありえねえことだぞ言いたかねえけどブックオフでグレーのアルバム105円だったぞ。あのシャムシェードさんと同じ値段だぞまあ今回はシャムシェードさん買ったけど3分の1の純情な感情が全然伝わってこねえから12分の1だけ聞いてハンマーで100分の1に粉砕してやったぜ。金返せシャムシェードシャムシェードの悪口になる。当たるんじゃねえシャムシェード。そっとしといてあげてください。